下高江戸駅は東京都世田谷区松原3丁目にある京王電鉄、東急電鉄の駅である。京王電鉄の京王線と東急電鉄の世田谷線の2路線が乗り入れ、各路線ごとに駅番号が付与されている。京王東管区所属。相対式ホーム2面2線の地上駅。急カーブ上にあるため、上り線に、時速 60km、下り線に、 時速 65km の速度制限があり、通過列車は低速で通過する。橋上駅舎を有しており、ホームと改札口、改札口と地上との間をそれぞれ連絡するエレベーターが設置されている。トイレは上りホームにあり、誰でもトイレも設置されている。1993年に現行の駅舎が竣工する前は上下線別の駅舎であった。また、 隣接する踏切もかつては係員が手動で遮断機を操作する第一種をつ踏切であった。当駅にあった手動式踏切設備は京王資料館に保存されている。2010年末頃、改札口前に LCD 式、ホームに LED 式の発車表が新設された。2015年4月1日より日本大学分離学部も寄り駅の副駅名標が設置された。 2020年4月現在撤去されている。高架化後も現在と同様に相対式ホーム2面2線となる予定である。乗り場等端式ホーム2面1線を有する地上駅。ホームは京王線の下り方面ホーム沿いに立地する。瀬田谷線の運賃収時は基本的に車内実施であるが、当駅には友人の改札口がある。ただし、 乗車専用ホームの松原寄り改札口は夕方と、平日はサラッシュ時のみの営業である。また、校舎専用ホームは当駅の東西を結ぶ、自由通路の役割もある。東急電鉄最北端の駅である。トイレは校舎専用ホームの三軒茶屋寄りにあり、多機能トイレもあるが、当初オストメートに対応していなかった。2013年に対応化されたが、 多くの駅で見られるものと違い手順の煩雑なものである。京王線と世田谷線のホームは隣接しており、機間は同じ 1372mm であることから、第二次世界大戦中は玉川線の大橋工場と京王線の桜上水、工場間を結ぶ部品配給列車を運行させるために線路もつながっていた。ただし、 旅客列車の直通運転などが行われたことはない。乗り場京王電鉄の近年の1日平均乗降人員、及び乗車人員の推移は、下表の通りである。当駅は世田谷区にあるが、杉並区との草会が、四季にある。下高江戸駅入口あたり駅に近接する杉並区、下高江戸は、甲州街道の宿場であり、高江戸の名は、草原寺の不動村。 高い動画変化したものである。また、旧駅名の日大前駅は近くに日本大学予科、高等市販科があることに由来していた。ありがとうございます。